2020から21やったかな。配信者で見る人いるんだよね。本当にあるアプリなんだけど、最初なんてコメントしているかわからなかったんだよね。配信やったことないし、リスナーもやったことなかったんよ。その生まれてこの方さんで自粛があったでしょ。その時に、ネット配信をやるようになったりしたね。でその人がいい人でね、本当悩みを自分も大変なのにね、頑張ろうっていう人だったね。まあ言葉のマジックってすごいんですよ。言葉ってやっぱ大事だって分かってるんですよね。やっぱ言葉ってね、人の言葉ってすごいんですよ。魔法の言葉。悪いニュースとかなんじゃないよ。ああいうの私は好きじゃないから。海鮮のやつ入れたんだけど、エビちゃんがどこ行っちゃったな。私も入れてた、エビちゃんがない。美味しいか知らん。見た目はこんな感じ。できた味噌汁はこんなんですよ。ちょっとこっちのね、台はちょっと汚れてるから今つせなくて、そのちょっと汚しちゃったね。本当は掃除しないといけないんだけど、今暑いからできない。まあこれが自作の味噌汁。まあ人のお家によってはね、やっぱ違うじゃん。中に入ってる具が椎茸だったり、まあじゃあ椎茸入れてなくて白菜と、豆腐と、卵だけ。あと海鮮をさっき出したやつを入れただけですね。はい。まあこれがね、私のルーティンの映像ですよ。味噌汁作っただけの。キッチンとかね、タダで貸してくれるんでね、その配信なんかあるじゃんね、今ね、そういう場所ね、コマーシャル見たらタダになるとか、そういうのやれば借りるよね。まあ私は人気ないと思うけど、全くね。人気ある人は出るんじゃない、そこやね。料理配信でだいたい見る人多いと思うんで、あと猫とか犬とかね、うち猫の肖像よく見ているわ。猫かわいいよね。あと馬をよく見ているわ。馬を飼ってる馬、あれじゃん、保護してる馬とか、まああいうのを見てるね。登録してるしね。最近は動物系が多いね。保護してるもん、普通にさ幸せに暮らしてる猫はもういいんですよ。それはそれで保護されて捨てられてるんだ人ってね、飼ってる方とかすごいなと思って登録してるんだ、そういうとこは。あとコマーシャルがいいところばっかりやったりね、割り当てがね、変な割りコマーシャルつくと、まあ本当はペットのてかね、餌代てかご飯代になればいいなと登録してるのと、あと可愛いなと思ってる、馬と。よく競走馬とかね、病気になるとちょっとそういうなっちゃうは言えないけどね、まあそれ見てて本当辛いなと思ってて、で飼ってる方がいて、それで登録してるとこがある、結構登録してるとこいっぱいあるけど全部は見えないんだよね。その鉄道も登録してるけど、まあそういうとこも今動物の保護の方を見てるね。これは私の作った、味噌汁ですね。本当は枝豆もあるんですけど、枝豆はね、女性ホルモン増やしてね、髪の毛の、女性ホルモンはよ真ん中がね、男性ホルモンだったかな。で、横は女性ホルモンだったかな。どっちかが足りなくなるとね、髪の毛期待するのね。だから、枝豆もいいし、豆乳と甘酒混ぜると、まあ、ちょっといいよっていう人もいたね。豆乳はいいの知ってんの、女性ホルモンを増やすから。女性ホルモンはいるんですよ、みんな。男性だろうが女性だろうがね。まあ、体のバランスを整えたり、髪の毛の維持だったり、髪の毛もね、マッサージしてたらね、抜けるの減ったりすることもある。皮膚とくっつかなければいいんですよ。食べ物でね、だいぶ変わるものもいっぱいあるよ。なんかそういう、私よく調べてるけど、炎症系をちょっと止めたりとかね、できるものもあるし。
まあそういう配信すると、ね、閲覧減るかもしれないけど、そういう